どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今ねちょっと小雨が降ってるんですけど、今私はですねこちらに来ております。見えますかね？見えないですね。近づきましょう。本日はですねこちらです。ウェスティン都ホテル京都ですね。今回もですね徳旅マイルキャンペーンで、3000マイルでね羽田伊丹出ておりましたので、こちら京都までね、まあ、伊丹空港からここまで電車できたんですけども、やってまいりました。ということで今回ですねウェスティン都ホテル京都ですね、一体どんな感じでマリオットボンボイ、ね、プラチナステータスの特典ね受けられるのかっていうのをね、皆さんにねシェアしていきたいと思います。いやーね、夕立が降って今小雨軽く降ってるんでね、非常に蒸し暑いです。ということで多分ね汗だくになって申し訳ないんですけども、早速ね、あ、そうそう、今ね、午後の、2時ぐらいで、まだちょっとねチェックインできるか分かんないんですけども、ひとまずチェックインねできるようでしたらチェックインねさせていただこうかなと思っております。ここねラウンジ等々もあるみたいなんで、もしダメそうだったらね、ラウンジの方でね、仕事しつつチェックイン待ちたいと思います。それではね、めっちゃ雨降ってくる、めっちゃ雨降ってくるということで行きたいと思います。チェックインです。はい、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 ということでチェックインね無事いたしました。いや、ありがたいですね。まだね2時ジャストなんですよね。ありがたいです。ということで今回ですねこちらです、7059。いや、実はですね中までね案内していただいて、ちょっとね中見ちゃったんですけど、一緒にね見ていきたいと思います。入ります。入りました。今回7059ということで、いや、なんとですねこれ見ていただければ分かると思うんですけども、まさかのジュニアスイートアップグレードいただきました。いやー、ありがたいですね。いやー、ありがたいです。ちょっとちゃちゃっと見ますか。まずこんな感じで、こんな感じです。ではではでは、いやー、すごいですね。本当に最近すごい最近当たりがすごいです。本当にありがたい限りです。また今回もね一人なんで、かなりありがたいですね。ということでまずどっから見ていきましょうかね。入り口から見ていきましょうかね。はい、ということでまずここ右側に、これはトイレですかね。あ、お手洗いですね。こんな感じです。で、手が洗う場所がついてるんですね。スイートルームは結構ついてることが多いですけども、いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。しかもこの客室自体が2021年4月にねリニューアルオープンしたということで、この部屋もですね2つの部屋を、ここありますよね、2つあった部屋を1つにねして、このジュニアスイートっていう部屋にしたみたいですね。で、こちらにこちら大きめのソファーがガツンとありますね。ちょっとねここに飲み物置いてありますけど気にしないでください。後で説明します。まあ、ソファーはねこんな大きい感じであって、ここもね非常にかっこいいですね。で、こちらに大きめのデスクですねあります。で、下にゴミ箱があって、そこにね電話が置いてあります。で、こっちがねベランダになっておりまして、シティビューということで、はい、京都のね街が
見えますね。ちょっとねお墓とかも見えるんで、嫌がる方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけども、はい。でここですね、外に出て OK ということで、聞いたらベランダ出て OK ということですんで、出ましょう、せっかくなんで。いやー気持ちいいですね。おー、こんな感じになってるんですね。はい。いやーでもこれはすごいですね。あそこに大きい鳥居がちょっと見えてるかわかんないですけど、ありますね。はい、てな感じで、左側は森とお墓と、うん、っていう感じですね。いやー非常に眺めがいいですね。気持ちいい。ということで戻りましょう。よいしょ。ではですね、こっちに大きめのテレビがあります。かなり大きいですね。ソニー製となっております。はい。でこっちですね、こっちは、ティーセットですね、お水こちら無料ですね。あとコーヒーマシンがこちらです。フランシスフランシスっていうやつですね。見たことあります。入れ物までおしゃれだ。はい。であとお茶と、こちらケトルですね。で下に冷蔵庫かな。はい、こちらミニバーになってます。こちら有料ですね。ああこれ見たことありますね。はい。でこっち側にはグラス等々が入ってると。おお、すごい。はい、マグカップもちゃんと入ってるという感じですね。で、あ、でこれあれなんですね。ちゃんと閉めれるようになってるんですね。ここに取っ手があるなと思ってたらこういう感じで、へえ、これはかっこいい。これはかっこいいですね。よいしょ。ではベッドルーム行きます。いやかなりでかいですねこれ。かなりでかい。でこっち側にね、こんな感じで荷物置くとこ、置くやつですよね、多分違うかな。はい。あと反対側にもですね、同じような大きいねテレビがあります。あと下にね空気清浄機、こちらはパナソニックのですかね、シャープでしたね。はい、あります。かなり大きいです、こちらのテレビも。こっちもねベランダに出れるようになっておりまして、まあ景色がね楽しめると。でこちら側です。まずどっから行きましょうか。まあ電話があって、あとハンドシートとか、あと非常灯、ティッシュ、電話、あとこれはウェスティンのスリープウェルってやつですね。ウェスティンには結構これ多分全部にあんのかな、多分ハワイでももらいましたからね、多分全部であるんだと思います。よく眠れる系の香りらしいです。あとインルームダイニングのメニューがあったりとか、下は何もないですね。でこちらに USB ボード、いや2つもついてる、すごい。あとこちら目覚まし時計ですね。あともう一個上にコンセント USB、 あとここら辺はあカーテンもね、あのレースもさっき手で私やっちゃいましたけど、自動でねできるようになってますね。はい。いやー壊すところ危なかったですね。はい、こんな感じでボタンがついております。でここにね、あらおしゃれ、こういうことですか。あ、こういうことですね。はい、っていう感じですね。このねベッドの上のね、これもすごいおしゃれですね、これね。はい、ということで次は水回り行きましょう。はい、こんな感じになってます。いや大きい、こんな感じで2つね鏡があります。で、洗面台もね2つセットされていて、アメニティはこちらですね。いやちょっと私見たことないですけども、このブランドです。ソーシー、あーちょっと読めないですね。でもパリって書いてありますね。これ無料のやつなんですかね。まあ多分そうだと思います。あとグラスが2つあって、石鹸ですね。で
洗面台はこんな感じで両サイドにタオルがね2つずつ置いてあります。でこっちか。でアメニティがこっちになってます。はい、まあ、ウェスティンはこれですね。ホワイトティーロールオールっていうんですかね、このブランドですね。いつもでヒゲ剃り等々ね全部揃ってます。マウスウォッシュもありますね。はい、ということで、あと下にドライヤー見ときましょうか。ドライヤーはね、このブランドのです。ちょっと私は分かんないですけども、有名なのではないでしょうか。あとは下に、体重計と脱衣カゴかな、はい、あとバスタオル等々が入っております。で、お、こちらもありますね。これを押すと湯船がたまるやつですね。すごい。はい、お風呂入っていきましょう。あ、広いですね。うん。いや、もう本当にいいですね。このちゃんとシャワーが独立してて、しかも上にもね、ちゃんとこれがある。固定式と可動式が2つあるね。いいですよね。で、こちらにもアメニティが置いてありますね。はい、先ほどと同じやつですかね。と、あとここね、ボタンでできると。で、バスタブはこんな感じです。いや、非常に大きいですね。うん、お風呂場はかなり広いと思います。で、まあこっちから見るとこんな感じですね。スケスケになってる感じです。これは多分どうしようもないのかな。はい、あ、まあここでね、扉がねできるようになっておりますんで、まあ、これでプライバシーが保たれるという感じですね。いやー、すごいですね。はい、ということで、すいません、1個言い忘れてましたね。この入り口の、隣にですね、こんな感じで、バスローブですね、入ってます。あとアイロン台も入ってますね。あとこっちに金庫系かな、はい、ハンガーと、あとファブリーズ的なのが入ってます。あとアイロンと金庫もこちらに入っております。あとランドリーバッグ等々もありますね。怖くない。で、こちらに浴衣みたいなのが入ってます。で、これを着てね、専用のエレベーターで、あ、パジャマもありますね。はい、ちょっと後にしましょう。すいません。で、こちらにスリッパがあると。でですね、こちらの浴衣なんですけども、このホテルにはですね、温泉があるんですよね。で、温泉にね、これを着て、またね、スリッパ履いていくのも OK ということですんで、非常にね、いいですよね。わざわざ靴履いてね、行くのもちょっとあれなんでね、後で私も利用してみたいと思います。ということで、今回ですね、ウェスティンホテル、都ホテル、ん?ウェスティン都ホテル京都か、一泊ね、お世話になろうと思います。で、こちらのホテルね、こちらはルームキーなんですよね。ちょっとこんな感じで綺麗に映りますかね。はい、非常に可愛いですよね。この黄色のね、ベースになっているルームキーというふうになっております。で、このホテルはですね、マリオットモモホテルのカテゴリーで6っていうホテルなんですよね。ですんで、1泊のね、必要ポイントが、オフピークだと4万ポイント、スタンダードであれば5万ポイント、ピーク時だと6万ポイントということで、オフピークとスタンダードであればですね、1泊ね、5万ポイント以下でね、こちら宿泊することができるって形になっておりますんで、スピーチアメックスのね、更新特典でもこちらのホテルね、宿泊することができるって形になっておりますんで、まあホテルね、軽く見ていただいたと思うんですけども、こちらね、リニューアルしたのが2021年の4月にね、全部完成したということで、かなりね、綺麗なんですよね。ですので、もしね、SPG アメックスの更新特典でね、利用したいなって思っている方はですね、ホテルザ三井もね、とてもいいホテルなんですけども、こちらもね、ぜひね、検討していただければなと思います。で、今回私はですね、スタンダードの期間ということで、1泊ね、5万ポイントで宿泊させていただいております。で、このホテルもですね、まあ、リニューアルしたからなのかどうなのかちょっとわかんないんですけども、1泊価格はね、結構高いんですよ。
今日ね7月の31日なんですけども、1泊ね5万8000円ぐらいするということで、私5万ポイントでね宿泊させていただいておりますので、1ポイントね1円以上で、利用することができたっていった形になります。またですね、今回こちらジュニアスイートルームにね無料でアップグレードプラチナステータス特典ということで上げていただいておりますので、この客室はですね1泊9万円ぐらいするということで、いやかなりすごいですよね。まあちょっとね私もこの入ってですね、部屋が2つに分かれててですね、今回ジュニアスイートでみたいな感じでね、ここまでね案内してくれたホテルの方にね言われて、かなりねびっくりいたしました。本当にね、ありがたい限りですよね。それでは次にですね、このウェスティン都ホテル京都にはですね、プラチナスタイダス以上の方が利用できるね、ラウンジっていうのがあります。で、このラウンジがですね、今代替で、ラウンジ自体も閉鎖しておりまして、その代替でレストランがね、利用することができます。ちょっと紙ね、ここらに出しておきますけども、月曜から木曜日までは、架空だったかな。ちょっと読み方間違ってたらすいません。こちらで利用できて、金曜日から日曜および祝日はこの各メイフェアラクザだったかなちょっと読み方わかんないですけど、こちらでね代替で、利用することができるっていった形になります。まあこちらに関してはですね、まあ、今回の動画では紹介させていただきますけども、今後ね時期がね変わればこの対応もね変わるかなというふうに思いますので、まあ参考程度にね見ていただければなと思います。それでは次にですね、このウェスティ都ホテル京都にはですね、温泉があるんですよね。またプールとかもねありまして、こちらね宿泊者はですね無料で利用することができて、ちょっとご覧にね出しておきますけども、もちろん有料メニューもねあると思うんですけども、無料でもね利用することができるっていった形になっておりますので、利用されたい方はですね是非ね利用してみてください。こちらね天然温泉と内湯半露天風呂ジャグジーサウナということで、あとプールとねフィットネスジムエリアもあるというふうになりますんで、ちょっと動画出てるかどうか分かんないんですけど、前回ね W ホテル大阪ね利用させていただいた時にプールねちょっとあんまり乗ってなかったんですけども、レビューをねするという意味でちょっとね利用したらねとても良かったので、まあ、今回もねちょっと行ってみようかなというふうに思っております。ということで今回ですね一泊ねこちらのウェスティン都ホテル京都ホテルウェスティン都ホテル京都か一泊ねお世話になります。今ね2時47分ということで、今ね、ティータイムがねラウンジでやってると思いますので、ちょっとねティータイムの方もですね見ていきたいなと思っております。それはね行ってきます。でですね一つ言い忘れてたんですけど、こちらです。こちら今ねちょっと水滴がね結構とんでもないことになってるんですけど、こちらこうしないと見えないかな、こうしないと見えてます、見えてますかね。はい、こちらね日本酒です。そうこちらのホテルはですね、こちらウェルカムギフトということで、ウェスティン都ホテル京都ではマリオットボンボンホテル1000ポイントもしくはですねこちらのお酒セットが選べるっていった形になります。で今回ですね、まあ、いつもウェルカムアメニティかポイントだといつもねポイントを選択してたんですけども、せっかくねレビュー動画出してるっていうこともありますんで、今後はねウェルカムギフトねもらっていきたいというか紹介したいなというふうに思っておりまして、まあ、今回ですねこちらの日本酒ですね、をチョイスいたしました。こちらもねはい、京都のね、日本酒っていうふうになっておりますんで、夜な夜なねいただきたいと思います。はい、ということで、言い忘れてましたけども、まあ、こちらがね、ウェルカムギフトということで、プラチナステータス以上の方がね、もらえるっていった形になります。ゴールドステータスだとどうなんだろうな。ちょっとここはね、微妙なラインですね。ちょっとわかんないですね。もしかしたら、ゴールドステータスの方でもこちら選べるかもしれないですね。ということで、ラウンジの方にね、改めて、行きたいと思います。それではね、行ってきます。それはね、今ラウンジ、今ここメイフェアっていうレストランなんですけど、こういった感じでね、好きなものが無料でいただけると。あとね、プレートで、ケーキかな。ちょっとティータイムなんで何出てくるかわかんないんですけども、セットプレートがね、いただけるっていう感じになります。いや、ラウンジはね、本当にここ普通のレストランなんで、こんなところでいただいていいのかっていう感じですね。お客さんがね結構いらっしゃいますね。ちょっと中の様子は見せられないですけど、ここでねいただきたいと思います。それでは到着しました。今回は、ね、コーラにしました。でこちらがスナックと
ちらね2段になってるんですよ。はい、こちらフルーツと、じゃあお豆腐ですかね、あとこれはトマトかな、はい、まあ、こういった感じのね、まあ、プレートで、いただけるっていう形になります。それではね、いただきます。こういったね、マスクケースもちゃんとくれますね、はい、じゃあコーラうまいですね。ではこれね、これトマト、トマトですかね。いや、トマトはそのまま出てくる。いや、なんかトマトと、あれなんだ、ハチミツ、まあいいや、まあ、いいや、とりあえずいただきます。これはね、トマトとハチミツですね、うん、美味しい、斬新ですね。あとこれはお豆腐と豆とネギ、ちょっとお見せしてなかった、申し訳ない、いただきます。うん、これはね、ピリッとしてて美味しいです。辛い、辛いです。あとこちらフルーツです、うん、これはもう絶対美味しいやつ。じゃあ、あとね、スナックなんで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思います。それではね、客室の方に戻ってきました。で、今ですね、午後の3時半ぐらいだと思うんですけども、ティータイムを利用して、その後ね、プール、その後温泉、ちょっと立て続けにね、行ってきました。で、ティータイムに関してはですね、今メイフェアっていうね、2階のレストランで代替行われておりますので、まあやはりね、レストランということで、かなり雰囲気もね、あの居心地もとてもいいです。で、メニューもね、ドリンクはね、飲み放題で利用できて、まあワンプレートね、まあ、軽食ですね、いただけるっていった形になります。で、プールなんですけども、このプールね、お子様連れの方はね、かなり楽しめると思います。あのね、ガチめの25メーターぐらいのね、プールが一つあって、もう一つね、屋外にもね、プールがあって、まあ、そっちでも遊べるみたいなね、そんな感じですので、あのお子様連れの方はね、かなり楽しんでおりました。大人の、ね、方が入る際もですね、そのウェアとかね、無料でレンタルさせてくれるんですけども、帽子とかもね、かぶんなきゃいけないような、結構ちゃんとしたね、あのプールっていう風になっておりまして、あの監視員の、ね、方とかもね、いらっしゃるプールっていう風になります。で、あとね、温泉も一緒に今ね、利用してきたんですけども、温泉本当にいいですね。ぜひね、来る方利用してみてください。温泉はですね、半露天風呂と大きいお風呂が2つかな、あとジャグジーはちょっと今壊れてたんですけど、あとね、サウナはね、確かやってないみたいな感じで書いてあった気がするんですけど、気のせいだったのかな。サウナね、やっておりました。で、水風呂とかもね、やっておりましたので、サウナ入ってね、水風呂みたいなね、そういった感じで楽しまれる方はですね、かなり気に入るのではないのかなと思います。私も結構サウナ好きなんですけども、結構ね、温度も熱くてかなりね、気持ち良かったです。ということで、今ね、3時半ぐらいで、5時過ぎぐらいからね、カクテルタイムありますので、見ていきたいなと思います。ということで、ちょっとね、2時間ぐらいかな、客室の方でゆっくりね、したいと思います。ということで、イブニングカクテルタイムですね、メイフェアっていうね、レストランで、今代替ということで、行ってきたわけなんですけども、ティータイムとね、同じ場所ということで、こちらね、かなり良かったですね。飲み物メニューとかもね、かなりたくさんありました。で、食事に関してはですね、まあセットメニュー、まあプレートでの提供っていった形になりますんで、おつまみ程度なね、感じで、考えていただけるといいのかなと思います。個人的にはね、かなりいいのではないのかなと思いました。で、今ね、ちょっとカーテン閉めたんですけど、あのね、めちゃくちゃ今土砂降りなんですよねあのね、雨の音がね、音でね、入ってくるぐらいね、雨強いです。でですね、今、
7時半ぐらいになりまして、ちょっとね、イブニングカクテルタイムいただいてからですね、ちょっと客室でゆっくりしてから、まあ、今撮ってる感じなんですけども、バータイムがね、19時30分ということで、今やってるんですよね。で、こちらがですね、こちら6座だったかな。ちょっと読み方合ってるか分かんないんですけども、まあ、こちらのね、まあ、ちょっとレストランなのかバーなのかちょっと分からないですけども、まあ、こちらでね、いただけるということですので、実際にね、利用していきたいと思います。それはね、ちょっと行ってきますね。こちらがですね、ラウンジの代替で利用させていただける6座ですね、行ってみたいと思います。それではね、プレートいただきました。今回ねコーラいただきました。もうちょっとね、先ほどイブニングカクテルタイムでお酒いただきましたんで、ノンアルコールでいきたいと思います。こちらはですね、お昼にいただいたメニューと一緒ですかね。あ、一緒ですね。はい、ということですね。こうです ね、はい、こんな感じで、ティータイムでね、いただいた時のメニューがもう一度いただけるっていう感じですね。まあこれ無料ですからね、かなりありがたいですよね。ではいただきたいと思います。すごいね、おしゃれで素敵な雰囲気ですよね。これ照明とですね、めちゃめちゃかっこいいです。この辺はね、プレートのね、食事は昼のね、イブニング、ティータイムか、ティータイムの時にね、いただいて一緒ということになりますんで、ちょっとゆっくりして客室ね、戻りたいと思います。それではですね、今私はこのね、7階の、エレベーターの前にいるんですけども、じゃあ進んでっていただくとですね、ここに入り口がありますよね。ここがですね、スパと温泉、あとプールのね、エレベーターという風になっておりまして、こちら進んでいくとですね、こんな感じでもう一つエレベーターがあるっていった形になります。ですので、まあ、こちらを利用してですね、スパ、プールにね、行っていただくっていった形になります。先ほどのこちら側のねエレベーターで、そのスパとかね、プールとか、そういったところのね、場所にはね、行けませんので、この点ね、注意してください。私はね、かなりこっちのエレベーターで3階まで下がってね、探しました。ということで、6座でね、利用できるバータイムね、利用してきました。いやーねー、あそこ今ね、まあこちらは今ラウンジが閉まってるんで、その代替でね、利用することができるわけなんですけども、非常にですねおしゃれっていうか、まあ雰囲気のいいねバーっていった形になっておりますので、まあ、もしねこの機会にですね利用される方はぜひね利用してみていただきたいなと思います。まあね、お酒のメニューとかはですね、イブニングカクテルタイムと、内容はね同じだったわけなんですけども、まあそれでもね、あそこでお酒ね楽しめるっていった形になりますんで、いやね、かなり雰囲気いいのでおすすめっていった形になります。ということで今ね午後の8時過ぎぐらいなんですけども、これからね、ちょっと仕事をしつつですね、本日の方は休みたいと思います。朝になりました。今ねホテルの前に出ておりきておりまして、本当にねホテルの入り口、まあ、ここはね入り口になっておりまして、こんな感じですね。でここにウェスティンのね看板があるっていう感じで、いやーいいですね。かなりここね、なんかこの看板だけね見るとですね新しくないのかなっていう感じがねちょっとするって思うのは私だけですかね。いやーここ見た時にね結構年季の入ってるホテルなのかなと思ってたんですけど、中はねめちゃくちゃ綺麗なんですよね。
ということで今ね朝の6時過ぎぐらいで、朝食はね、6時半からということですんで、そろそろね朝食に向かおうかなと思ってるんですけども、朝のねこの京都もとてもいい感じです。でちょっとね軽くねホテルの前でも歩こうかなと思ってやってきたんですけども、そんなにね暑くもなくてですね、とてもいい感じです。どうですか朝の京都は。こんな感じです。非常に気持ちいいですね。いやね、この朝焼けがねまたやっぱりね綺麗ですね。うん、てな感じでホテルの外に出てきたんですけども、こっちにもね正面玄関があるんですね。今ね向こう側にから歩いてきて、向こうあっちからね、お見せしましょうね。あっち側から歩いてきたんですけども、こっちにもね入り口があるんですね。こんな感じで、ここは 何の入り口になるんだろうな。ここは正面玄関なのかもしれないですね。はい、歩いてくる方とかね、向こうはね車っていう感じなんでね、でエスカレーター上がっていくとホテルに行けるという感じですね。ちょっと後でこっちからも入っていきましょうかね。どうなんだろう、近くにコンビニとかあんのかな。いやね、建物もねすごいねいいんですよ。すごくいいですね。映ってますかねこの感じ、すごい素敵ですよね。このね1階の入り口にはビューティーサロンであったり、こちら京都クラフトマート、コンビニみたいなのが一応ここにねあるんですね。はい、ですね、ちょっとね中がどんな感じになってるか分かんないんですけど、やってないんで、一応ねこちらのホテル宿泊される方は一応コンビニって書いてありますんでね、見てみてください。ということでもうちょっとしたらですね朝食の方にね、行きたいと思います。レストランでね代替ということですね。多分ねブッフェとかではなくてプレートではないかなというふうに思っております。それではね朝食の方に行ってきます。それでね、朝食をやってきました。今回ね、私はグッベネディクトスペシャル、ちょっと名前間違ってたすいません、まあ、グッベネディクトをチョイスしました。こちらのスープですね、コーンスープって言ってたと思います。こちらがエッグベネディクトですね。バタチュウイ、アボカドって言ってましたね。あとサラダ、フルーツで、このアメリカンブレックファーストとかを頼むと、このジャムとかが、まあ、使えるっていうのがついてくれてるとかで、まあ、パンとか、まあ、そういうのに代表する。まあ、私は今回こちらで席に置いてあるんですけども使わない形になります。ではいただきます。ではいただきます。いやね、まあ、今回ね、まあ、これ後で話しましょうか。ではいただきます。キナリバージョンとね、ナイバージョンで出していただきました。非常に美味しいですね。こちらのスープ、スープ。朝食としては本当にこれとあとコーヒーがつくっていうだけで、まあちょっとね朝からがっつり食べるっていう人はね、この話は後にしましょうということでゆっくりね朝食いただきたいと思います。ということで朝食会場からね帰ってきました。この音聞こえますかね、やばくないですかこれねセミなんですよ。すごいですね。クマゼミでしたっけ、このシュワシュワ鳴く。いや本当にねこの大合唱はね本当にすごすぎて、ちょっとね皆さんにお聞かせしたいなと思って、このね今ベランダにね出てきたんですよ。いや本当にすごいですね。ということでちょっと部屋にね戻りましょう。ということで朝食からね帰ってきたわけなんですけども、朝食ね非常に美味しかったですね。で私ね多分
食事してる最中にですね、まあプレートでのね提供なんで、ちょっとたくさん食べる方はねお腹いっぱいになるのね厳しいかなみたいな、そういった感じのことをね言ったかもしれないんですけども、プレートでね朝食提供になるわけなんですけども、こちらねおかわり OK みたいなので、私もですね一皿ねいただいて、もうねコーヒーいただいて客室に戻ろうかなと思ってたわけなんですけども、ご満足されましたかと、そういう一声をねいただきまして、もしよかったらもうワンプレートお作りすることもできますみたいなね、まあ、そういった感じでね対応もねされているというふうになりますんで、これはね本当にありがたいですよね。私ね朝そんなにね食べない方なんで全然大満足だったんですけど、朝からねがっつり食べる人からするとね多分ね物足りないと思うんですよね。まあプレートでねおかわりができるっていうのはねかなりありがたい対応だなというふうに思いました。で今回ねいただいた場所はレストランというふうになりますんで、ちょっとね本来はクラブラウンジでね朝食提供されているかなというふうに思いますので、今ね、まあ、こういった状況で振り返りになってますんで、今後どうなるかわかんないんですけども、このレストランね会場は非常にね広くて、またね景色もとても良かったんでね、かなり良かったです。ということで本日はですね今7時半ぐらいで、今日チェックアウトですね16時まで一応リクエストじゃなくて、オファーねいただいたわけなんですけども、ちょっとね私用事がありますんで、11時半ぐらいにはね、出ちゃうかなというふうに思うんですけども、まあ、それまでですねちょっと仕事しつつですねゆっくりねしたいと思います。ということで今ね、午前11時ぐらいになりまして、そろそろねチェックアウト、まあパッキングねしてチェックアウトねしていきたいなと思っておりまして、ちょっとね残念ながらこれ飲めなかったです。申し訳ない。これねせっかくよいしょウェルカムギフトでねいただいたんで、飲めたらいいなと思ってたんですけど、ちょっとね時間がなくて飲めないのと、ちょっとねこれから、お酒ね飲めない状況にいますので、ちょっとねお見せするだけということで、こちらはですねこんな感じのお酒になっておりますんで、もしねこのホテルウェルカムギフトね選んでいただくと、こちらとですねこちらねドライスナック、まあこういったものをねもらえるっていった形になります。でまあこれはねちょっと今食べちゃおうかなと思ってまして、いただきます。うん、あこれめちゃめちゃ美味しいですね。うん、で一緒にねコーヒーマシンで入れたコーヒーも一緒にいただいてます。なかなか見ない、どっかで見たことあると思うんですけど初めて使うパターンのやつですね。ということで今回ねウェスティン都ホテル京都ですね一泊ね宿泊させていただきました。いや本当にですねまさかねスイートルーム、まあジュニアスイートルームですけどねアップグレードしていただけるとはね思ってなかったのでかなり嬉しいですね。今回ねマリオットボンボイポイントね5万ポイントで一泊ね宿泊させていただきましたけども、プラチナステータス特典としては、今回アーリーチェックインもさせてもらって、ラウンジはね閉鎖していますけども、その代替としてレストランね対応させていただいて、またね、ウェルカムギフトこちらもねいただけて、またね、レイトチェックアウトもね一応リクエストとしては16時までねできますよっていう話だったんですけども、ちょっとね私用事がありますので、このあとね、パッキングしてねチェックアウトしていきたいなと思います。いやマリオットボンボイねプラチナステータスとしてはねかなり有効に使えたのではないでしょうか。いやこのねジュニアスイートルームもね、かなりいいですよね。最後ねせっかくなんで外見ましょうかね。ということで、外に出てきました。いやこの景色もねかなりいいですよね。今回ね、ここ十何階建ての今回7階ということで結構高い方なんですよね。はい、かなりね、景色はいいです。ということで今回ですねウェスティン都ホテル京都ですね一泊ね宿泊してみたという動画でした。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。